皆様を必ずお守りします。申し遅れました。私はブルーローズ隊分隊長の青井秀一です。現在ゾンビたちはあの隊長の歌の力により鎮静状態にあります。ですがまたすぐに暴れ出すかどうか分かりません。十分に警戒をしてください。こうしている間にも人間の姿をしたゾンビが皆さんの周りにすでに潜んでいるかもしれません。いいですか。どんな状況でもゾンビに限らず親しい人でもしっかりと距離を取るようにしてください。右へ前へ並べ、私の真似をしてください。近いですね、そこ思いっきり当たってる。しっかりと距離を取って、そうです、いざという時に動けるようにしっかりと距離を取ってください。ゾンビはもちろんたとえ親しい間柄であってもしっかりと距離を取るようにお願いします。そしてゾンビには絶対に触れないようにお願いします。なぜか分かりますか。ゾンビ化してしまうからです。ゾンビ化してしまったらどうなる。ゾンビだらけになってしまうんだ。ゾンビだらけになったらどうなると思う。大変、大変どころじゃない。いいか、我々の手に負えなくなり作戦が失敗、国が崩壊する。大変どころではないだろう。大変どころではないんだ。緊急事態なんだ。みんな気をつけてほしい。十分に警戒をしてほしい。それからゾンビを絶対に刺激しないようにしてほしい。いいか、ゾンビは何を考えているかわからないな。近くに行っても決して勇気試しでものすごく近づいてみたりとかそういうことは一切やめてほしい。あと我々ブルーローズ隊より目立つのもやめてください。ブルーローズ隊よりも目立つな。集中してゾンビに狙われる危険があるからな。気をつけるんだ。これらのことをしっかりと守ってほしい。もう一度言うぞ。一つ、ゾンビもちろん人であってもしっかりと距離を取る。一つ、ゾンビには絶対に触れない。一つ、ゾンビを刺激しない。そして我々ブルーローズ隊より目立たない。俺らのことが分かった者は手を挙げてくれ。おい、上がらないな。なぜ上がらないんだ。途中から話聞いていたのか。もう一度丁寧に説明してやろうか。なんでゾンビに触れてはいけないか分かるか。ゾンビ化してしまうからだ。ゾンビ化してしまったらどうなると思う。ゾンビだらけになってしまうんだ。ゾンビだらけになったらどうなる。我々の手に負えなくなりこの作戦は失敗、国が崩壊するんだ。分かったか。分かったら手を挙げてくれ。そうだ、君に言ってるんだ。ありがとう。皆も十分に注意してほしい。もちろん我々ブルーローズ隊が皆様をお守りします。我々ブルーローズ隊はこの青いバラに誓って皆さんの平穏な暮らしを守ります。悲しみや苦しみの感情で蘇ったゾンビたちから皆さんを守ることが我々の使命です。もしゾンビたちが急に襲いかかってきたら躊躇なくブルーローズ叫んでください。いいですね。ブルーローズセイ。まだちょっと足りないな。この辺りなんかまだこの昼間のテーマパークみたいにせーのでブルーローズみたいに合わせようとしてるんじゃないだろうな。そんな時間はないんだ。緊急事態なんだ。みんなそれぞれがいつでもブルーローズと叫べるようにしておいてほしい。ブルーローズセイ。いいぞブルーローズ。ブルーローズ。一気に呼ばれても反応はできない。それから用もないのにブルーローズは呼ばないでほしい。いいな。急にトイレの場所を聞かれたりとか、あとあれだな、写真撮ってくださいとか、すごく困る。我々は皆さんの安全を守ることを最優先としています。ご協力ご理解のほどよろしくお願いします。それから手を振るな、任務中だ。手を振るな、手を振るな、手を振るな、任務中だ。振るな、手を振るな。お父さんありがとう。前進んでくれ。手を振るんじゃない。危機感が足りない。緊急事態なんだ。手を振るな。振り返さないといけないだろうが。進め。
いいか、みんな。緊急事態なんだ。楽しく手を振ってる場合じゃない。それから、皆さん、ハートマーク作るな。緊急事態だ。指揮官が足りない。君がゾンビになったら困るんだ、私が。わかるな。よし。それから、皆さんから、ハート作るな。え、子供は許す。皆さん、いいですか。リースするな。ちゃんと話を聞け。手を振るな。そろそろ反応しないぞ。さあ、いいか。皆さんからも情報提供を待っている。なんでも、この鎮静状態中は、ゾンビから話しかけられたという案件がいくつか上がっている。もし、ゾンビから何か話しかけられたことがあるというやつは、話しかけられたのか、手を振ってるだけか。手を振るな。今任務中だ。子供は許す。もしゾンビに何か話しかけられたというものがいたら、ぜひ情報を提供してほしい。話しかけられたのか。何、どこでだ。ちょっとあそこで何かやってるか何も聞こえない。前に来てくれるか。すまない、前に来ても私の方を見てたら大丈夫だから、こっちまで来てほしい。どこで。あっちの部族の人たち。あ、チラシパークエリアのあたりだな。はい。生贄はお前か。だいぶ危険だな、あそこは。気をつけろ。あのジュラシックパークのエリアは部族がいてかなり危険だし。おい、待て。まだ話は終わってない。生贄はお前かと言われたんだな。そして君はどうしたんだ。笑っていた。笑って生還したのか、お前。すごいな。ただ笑うのは多分 NG だ。君も危機感がなりないな。気をつけるように。今度生贄かって言われたら、違います、そうですじゃないです、違いますって言うんです。はい、行っていいぞ。ありがとう。ちなみに次はどこ行くんだ。次はどこに行くんだ。そこか。そこは人形たちがたくさんいる。話ではたくさん遊びに誘われる数だ。絶対についていくなよ。絶対についていくなよ。おう、そこにもいるのか。何かゾンビに話しかけられたのか。すまない、そこで何かやってるから何も聞こえないんだ。よかったら前に来てくれ。赤い人、ありがとう。こっちを向いてて大丈夫だ。どこかで話しかけられたのか。あっちで水をかけられた。水、全く話が見えないんだが、どんな感じのゾンビだった。うん、綺麗なゾンビに水を。お水の姉さんじゃないよね。え、行こうかな。あっちでゾンビに、分かったかみんな、あっちに行くと綺麗なお姉さんに、ゾンビ、綺麗なゾンビに水をかけられるらしい。いいじゃない、危機感が足りない。赤いやつ、水をかけられてどうしたんだ。喜んじゃダメだろう。喜んじゃダメだ。確かに今日は暑いからな。うん、でも今度からはちゃんと嫌がってくれ。うん、ありがとう。情報提供感謝する。なんだ、ものすごく手が上がってるな。よし、君だ。ちょっと来なさい。うん、どうぞ。君はどこで話しかけられたんだ。人形に話しかけられた。たくさんいるな。どんなことを言われたんだ。来た、遊ぼうって人形に言われちゃったよ。で、なんて答えたんだ。泣いて逃げた。正解だ。拍手。君たちもこの時の気持ちを忘れないように、楽観的にヘラヘラしない。泣いて逃げるぐらいの勢いがいるんだ。ありがとう。ナイス。行っていいぞ。他にも何か情報提供がありが、まだいるのか。いいだろう、こっちへ来い。今何かやってるから何も聞こえないんだ。どこで、どこのゾンビに言われたんだ。
人形のゾンビに何を言われたんだ。お友達怖いな。お友達ではないと思うが、お友達って聞かれたのか。で、君は何て答えたんだ。お友達だ、ダメだそれは。お友達になってはいけない。いいか、ゾンビだ。何を考えているかわからない。もうどこに連れ込まれるかわからないんだ。次からはゾンビと友達になってはいけない。正解だ。よし、行っていいぞ。情報提供ありがとう。まさかとは思うが、他にこの辺りでゾンビに遊ぼうって言われたやつはいるのか。何人かいるな。何人か、何、結構いるじゃないか。 OK OK。 誰が下ろしていいって言った。上げておいてくれ、さっきのやつ。その中でゾンビにイエス、遊ぶって言ってしまったやつはそのまま手を挙げたまま残っている。全員じゃないか。危機感が足りない。ダメだ、そんなことでは。どこへ連れて行くか分からないぞ。あの可愛らしい見た目でどこへ連れて行かれるか分からない。そのままゾンビ化してしまうかもしれない。十分に警戒するんだ。いいな。ゾンビに話しかけられて遊ぼうって言ってもついて行くじゃない。行かない。気をつけるんだ。よし、いいぞ。十分分かったものはどんどん移動してくれ。ダイマー、ゾンビたちはあの大将の歌の力によって神聖状態にある。今のうちに目的地であるものは移動を開始してくれ。手を出しました。手拍子しましたというやつはしっかりと手を挙げてみてくれ。結構いるじゃないか、優秀だな。だがその中でもアド隊長と共にチャリダーを心の底から叫んだ者は手を挙げてくれ。いないな。少ししかいない。これ一番大事なところだから。いいか、次の回はしっかりとチャリダー叫ぶんだ。いいな。実際にはシャウトイッツアウトと言っている。みんなもこのシャウトイッツアウトを早く言うとシャリダーになるように練習するんだ。シャリダーをシェイク。まだシャウトイッツアウトだ。シャリダーシェイク。もう一度シャリダー。あの音に負けるな。私にあの音に負けずに聞こえるようになるまでやらせる。シャリダーシェイク。シャリダーシェイク。よし、それぐらいだ。いいな。次もしっかりとアド大将と共にそのシャリダーを魂の限り叫ぶんだ。分かったな。よし、頼むぞ。皆さんの作戦のご協力によってゾンビたちがどれぐらい沈静化するのか変わってくるはずだ。皆さんのご協力ぜひ待っている。今来た者はどんどん前に進んでくれ。今そっちで何かやっている。現在ゾンビたちはあの大将の歌の力、そして皆さんの盛り上がりによってゾンビたちは鎮静状態にある。鎮静状態中にゾンビによって呪われた、ゾンビ化したという話は上がっていない。ですがしっかりと距離を取ってゾンビには絶対に触れないようにそのまま前へ進んでください。手を振るな。危機感が足りない。手を振るな。